車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。5月13日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。連休明けのね、一発目の週ということでしたけども、皆さん無事にねお過ごしになれましたでしょうか。人間のね、あの適応能力って本当にすごいものがありまして、連休ボケもね、まあ、2、3日通常生活を過ごしているうちに意外と早くね慣れちゃうというか適応しちゃいますよね。これはねさすがだなっていう感じがするんですけども、全国的にね、なんか5月寒いみたいですね。札幌も暖かい日もあるんですけども、寒い日がやっぱ多いですね。今日も結構ひんやりしてるんですけども、元気に参りたいと思います。それでは早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに5月7日月曜日ですね、正確に言うと前日の6日の日になるんですけども、日産自動車がね、欧州でディーゼル車の販売から撤退しまして、新型車へのディーゼルエンジンの搭載をやめるということを公表しております。トヨタ自動車もね、欧州ではディーゼルエンジン車をねすでに搭載しない方針を打ち出していますので、自動車大手にね脱ディーゼル、このね動きが広がってきておりますということです。あと現地時間の7日ですね、スバルが米国工場で新型のね3列シートのアセントの生産を開始しましたということで、アセント、ランクルを超えるね全長のビッグサイズの SUV ですということで、こんなに大きな SUV はスバルでは初めてとなります。次の日ですね、5月8日火曜日、社名別新車販売台数発表されました。詳細はね中ほどのコーナーでご紹介してまいります。5月9日水曜日、トヨタ自動車決算発表ありました。2018年3月期の決算ですけども、純利益が2兆4939億円ということで、前の期と比べまして 36% 増の2期ぶりの過去最高更新ということでしたね。同じ日に三菱自動車も決算発表しておりまして、最終損益が1076億円の黒字ということで、前の期はね1985億円の赤字だったので、2期ぶりの黒字をということで、ね、かなり評価されたね買いが広がっておりましたということでね、三菱自動車良かったですね。あとボルボがね新型の EV トラックを3週間以内にね発表するってことを発表してますけども、なんかねややこしいニュースですけどもね、まだ発表したわけじゃなくて、発表することは発表しましたということでね、なんか紛らわしいんでね、もう出しちゃえよと思いましたけども、ボルボがね新型の EV トラックを出してくるそうです。続いて5月10日の木曜日、BMW の日本法人ですね、エンジンが、ね、発火する可能性があるとしまして、 BMW の、ね、130i ですとか 630i など25車種79,778台、2005年の10月から11年の12月の輸入分ですね、こちらリコールするということで国土交通省に届け出が出ておりますということで、もうすでに2件、ね、火災のが起きているそうなので、まあ、いずれも怪我人はないんですけどもね、乗ってる方は、ね、早めにリコール対応された方が良さそうですね。あと10日木曜日はね、ロールスロイス初の SUV でね、かねてからいろいろね話題されになってましたけども、カリナン、こちらが発表されましたということで、8時からね、夜の8時、20時からライブストリーミング映像で、流しておりましたけども、まあ私の感想としてはね、ごつい、四角い、重そう、まあ、すごそう、まあ、ほとんど装甲車と、まあ、そんな感想ですけどもね、さすがロールスロイスが作るとこうなるんだなというね、カリナン、まあ、ファントムをねまんま SUV にしたような形ですけどもね、ロールスロイスが出てますと。あとレクサスのね GSF ですね、ただの GS じゃないですよ、 GSF の方ね、一部仕様変更ということで、ボディカラーにね黄色が出てきたんだね、ネーブルスイエローコントラストレイヤリングみたいなね色名らしいですけども、価格はね11,185,000円ということで、結構しますね、 GS にここまで払えるかなって感じですね。あとスズキが決算発表してますけども、2018年3月期の決算、連月決算ですね、純利益が2157億円ということで、前の期に比べてね 35% 増ということで、スズキね、やっぱインドも好調なので3年連続で過去最高ということでね、素晴らしい決算でしたと。あとは5月11日の金曜日ですね、スバルがこの日決算発表してまして、純利益が前の期の比べて 22% 減のね2203億円ということで、スバルにとってはね非常に厳しい決算、2期連続の減益ということで、結構アメリカでね、販売図を見込んではいるんですけども、悩みの種は尽きないということで、やっぱいろいろ不正の問題なんかも、ね、響いたって言ってますけども、
スバルとしてはかなり、辛い決算となりましたね。あとは日産自動車が2018年5月11日、に、ジュークが一部改良しまして発売を開始しましたということで、ハイビームとロービームを、ね、自動で切り替えするハイビームアシストというのをつけまして、主要グレードに標準装備ということで、ジュークが一部改良が入りましたということになっております。こんな感じな1週間でございましたけれども、トヨタの決算発表が、ね、9日の日にありまして、今回からね、ザラバ中に発表ということで初でしたけども、いつもはね、引け跡ですね。日本の株式市場っていうのは3時で大引けといってね、クローズするんですけどもね、まあ、その後のことってことで、まあ、その後にやってたんですけども、今回ザラバ中ですね、本当1時20分から始まって3時過ぎぐらいまでかな。私、当日ライブ映像を、まあ、見てたんでね、本当リアルタイムでこのトヨタの決算見てたんですけども、まあ、いい決算でしたね。本当に見てよかったなということで、今でも見れるのかな、なんかもしかしたら YouTube とかにあるかもしれないし、トヨタの、ね、ホームページの、ね、IR のところに載ってるのかもしれませんけども、これお時間に余裕ある人がいたらね、決算発表見たらいいと思いますね。豊田章男社長のね、会見もねずっと入ってますので、私も生で見てたんですけども、やっぱね、車好きとしてはね、車が好きだっていうことでも、まあ、全然構わないと思うんですけども、やっぱ自動車会社のこういう生のね決算の発表とかってこうね出てくる、プレスリリースされるっていうのは本当にありがたいなということで、本当見どころ満載でね、非常にね、いい会見、明瞭な回答だったしね、余裕とね、何しろやっぱ品格が感じられましたね。今回だと東京海上ホールディングスの、ね、社長さんかな、もう来てて、やっぱ社長、まあ、本当株主総会さながらのね質問も出てたりとかしまして、まあ、豊田章男社長曰く、やっぱこれからトヨタを変えていく上で、やっぱ一番こう悩みの種っていうのが過去の成功体験だということで、やっぱりトヨタこれまでね、いろいろ最初は600万台とか、年間500万台、600万台とかっていうところから、今1000万台超えてきてるようなね、大きなところになったのは、章男社長になってからなので、ここ8年9年なんですよね。なのでその中では過去の成功体験があるので、これからね、もはや敵とかライバルは自動車会社じゃないんですよね。 Google とか本当ね、Amazon とか、もしかするとその電機メーカーだったりとかしちゃったりするわけで、競争相手が自動車会社じゃなくなる100年に1回の転機だと言われている自動車業界なのでね、そういったところに今苦労しているというね、こう生の声とかも聞けまして、非常にいいね、トヨタの決算でございましたね。あと、まあ来月にはね、その決算発表の中のスライドの中でね、コネクティッドカーの市販車をねご覧いただきますみたいなこと書いてあったので、来月にはね、コネクティッドカーなんか出てくるのかなっていうので、こちらは期待したいなと思いました。あとはジュークがね、一部改良ということで、現行モデルがね F15 型ということで、まあ、初代なんですけども、2010年の6月9日から発売しているので、このモデルね、もうすぐね8年になるんですね。来月に、今頃にも8年になっちゃうということで、かなりなロングセールな車になってきましたけども、今更モデルチェンジしても、もうなんかね、ハイビームがどうだとかってなっても、デザインがあれなので、まあ、非常に個性的な車で、女性にも人気がねあったりするんですけども、そろそろ8年となると、一回こうねフェイスリフトかけた方がいいんじゃないかなっていうパリナンがましたけども、内装のね、ウッドですか、もうね芸術品ですよね。さすがにこの辺はね、ふんだんに惜しみなくお金をかけておりますというのがね出ていますけれども、まあ本当に白革シートとかにもね妥協がないなっていうところで、カリナン、まあ、本当にごつい車ですね。顔とかが真っ平らで、ベーンとね、いわゆるロールスライスみたいなエンブレムとねグリルですけども、まあそのね、富裕層の方には一つね SUV として購入する、今までだとベンテイガですか、ベントレーの、それが、まあ、高級路線としては今有名でしたけども、まあね、ロールスロイスも選択肢に上がってくるのかなって気がしますね。あとはね、最後になりますけども、本編のね、フラッシュの中ではちょっとお伝えしてないんですけども、5月9日の日にね、車道をスケートボードで走行していた男性がひき逃げされたということで、まあ、重傷らしいんですけども、
このニュースなんですけどね、まあ、スケートボード、私も最近ね、その私インラインスケートってやるんですけど、まあ、もちろん道路とかではやらないね、できる公園とかでやるんですけども、スケートボードとかね、そのインラインスケートですか、一般の公道でねやってる人結構ね目にするんですよ。スケートボード特に多い感じがしまして、まあ、スケートボードっていうのはその道路交通法では車両扱いとはされてないんですけども、この道交法上のね第76条っていう中に、その交通の頻繁な道路において球技をし、またローラースケートをし、またはこれらに類する行為をすることはね、まあ、ダメだということで一文があるので、今回そのスケートボードって私ね、この行動でやることはもう全くもってダメなことだと思ったんですけども、どうもちょっとそこが微妙なんだね。その交通の頻繁な道路に、その今回の事件があった場所が該当するのかっていうのが一つ焦点らしくてね、夜はすごく交通量が少ないんだけども、昼間はそれなりの交通量がありますということで、まあ、今回だとこの該当するんじゃないかって言われてますけどね、このケースが一体どうなるのかと。もちろん引き逃げした車の運転者が悪いっていうことにはなるんですけども、その車道でスケートボードをしてた方もその禁止行為に該当するから、それとも悪いんじゃないかという可能性もありまして、被害者側にねどの程度の過失が認められるのかが今後の展開ではポイントですよということで、これ本当にねちょっとどういう風になるのかなという判決が気になるんですけども、スケートボードとかねインラインスケートやっぱ道路でねやるのはまずいんじゃないかなって気がしますね。だから本当最近ね目にする機会が多いので、皆様のねお住まいの地域ではいかがでしょうかということで、まあ危険なのでね、ぜひ下げた方がいいのかなって気がしました。というわけでこの1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね社名別新車販売台数ランキング、ね、月初めのね恒例のイベントになりましたけどもね、こちらをお伝えしていきたいと思います。今月はね順位の入れ替えがね結構激しかったなということで動きがありましたので、早速見ていきたいと思います。まずは普通車からですね。1位がアクアということで、前月4位からのアップで1位がアクアです。2位がプリウス、前月が2位からの、まあ、そのまんまと。3位がノート、ノートはね前月1位からのダウンとなりました。4位がルーミー、ルーミーね前月15位からの11人抜きということで、今回一番抜きですね。4位ルーミーです。5位がビッツ、ビッツ前月10位からのアップ。6位がフィット、前月5位からのダウン。7位がセレナ、前月3位からのダウン。8位がシエンタ、前月7位からのダウン。9位がボクシー、前月6位からのダウン。10位がタンク、タンク前月19位からの9人抜きということで、こちらも大幅アップですね。11位がカローラ、前月14位からのアップ。12位がフリード、前月8位からのダウン。13位がノア、前月22位からの9人抜きで、こちらも大きくアップしております。13位がノアでした。14位アルファード、前月20位からのアップ。15位が CHR、前月9位からの、ダウンですね。16位がソリオ、前月26位からの10人抜きということで、こちらが2番目のアップですね、上昇率になっております。16位がソリオでした。17位がベゼル、前月12位からのダウン。18位がインプレッサ、前月16位からのダウン。19位がパッソ、前月23位からのアップ。20位がステップワゴン、前月13位からのダウン。21位がスイフト、前月30位からの9人抜きで、こちらスイフトもね大きく上げてきました。22位がエスクワイア、前月25位からのアップ。23位がハリアー、前月21位からのダウンですね。24位がデミオ、前月18位からのダウン。25位がベルファイア、前月24位からのダウン。26位が CX8、前月29位からのアップですね。27位がクロス B、前月31位からのアップです。28位がエクストレイル、前月17位からのダウン。28位がランドクルーザー、前月28位からの、ダウンですね。30位がシャトル、前月32位からのアップということで、1位がアクア、6ヶ月ぶりのトップとなりましたということで、大きく動きましたね。アクアはね前年同月比で 22.3% 増となっているものの、
今回ね、販売台数的にはね、9495台で1位なんですね。なので、まあ、販売台数のトップ、今回1位がアクアですけど、トップがね、1万台を割り込んだっていうのは、これ結構ね、珍しくてですね、東日本大震災の影響で自動車業界自体の、ね、販売が大幅に落ち込んでいた2011年の5月以来なので、6年11ヶ月ぶりに、まあ、1位が、ね、1万台いかなかったということで、まあ、結構鈍化、普通車全体としては非常に、ね、売れ行きが鈍化したなというのが顕著な目立った感じな例でしたね、今月はね、まあ、季節変動要因もあるのかもしれないですけども、まあ、軽自動車がね非常に売れているので、普通車かなり伸び悩んだなというのがね結構強烈な今月の印象でしたね。まあ、30位までのインアウト見てみますと、インがクロス B とシャトルですね、アウトがエクリプスクロスと CX5 ということで、 CX5 はね前月11位だったんですけども、今月はね31位ということで、まあ、どえらい勢いで県外に消えていきましたね CX5。CX5 とかね、すごく、ね、上げ幅がね、上げ幅とか下げ幅が非常にね、振れ幅大きい車だなと思うんですけども、エクリプスクロスもね、新型車なんですけども、ね、早くも消えてしまいましたということで、ちょっと寂しいですね。まあ、一番の上げ幅はね、4位のルーミーということで、まあ、兄弟車の、ね、タンクも9人抜きということで、ルーミーとタンクね、すごく頑張りましたね。ちょっと知ってる方がいたら教えてほしいんですけども、ルーミーとタンクってなんかありましたっけ？なんか特に特別使用車とかが出たわけでもなさそうだと思うんですけども、なんかちょっと私が見逃してる、ね、ニュースあるかもしれないので、ルーミーとタンク情報何かございましたらぜひ教えてください。今回そのルーミーとタンクに、ね、共通しているのが珍しいことに、ね、ハイブリッド車がないんですよ、この車で。このハイブリッド車の設定がないのにもかかわらず売れ行きが、ね、ここまでいいということで、この、まあ、ルーミー自体は 1000cc ですか、排気量 1000cc の、まあ、NA とターボ付きの、まあ、2つしかなくて、今回の、ね、まあ、上位打線、まあ、上から見てみると1位のアクアはもちろん、ね、ハイブリッド車専用でしょ、で2位のプリウスもハイブリッド専用でしょ、で3位のノートもハイブリッドありますよと、 e パワーありますよということで、この観点で、ね、ずっと見ていくと、ね、19位のパストまではね、まあ、つまりその1位から18位までは必ずハイブリッドモデルが用意されている車なわけね。でその中に全くハイブリッドも用意されてない車の中にハイブリッド車がある中で、もう本当に全然ハイブリッドもないというルーミーとタンクがねもう入ってるというところが結構珍しくて、このルーミーとタンクの魅力ですか、まあ、トヨタ自体も全販売チャンネルにで購入できるということで、買いやすさをね狙ってるところもあるんでしょうし、まあ、両側スライドドアとか、あとお値段とか、トールワゴンっていうのかな、背の高い感じなちょっと小ぶりなね、車っていう中だと、まあ、劇的にその中で安いわけじゃないんだけども、魅力としてそのやっぱり両側スライドドアで、まあ、その衝突安全性のね装備もなんかついててっていうと、結構こうこのルーミーとタンクっていうのはね、ダイハツの、ね、OEM のトールもそうなんですけども、まあ、この車っていうのはそういうところでね、かなり商品力あるんだなという感じがしましたので、ルーミーとタンクね非常に頑張ったなと思いました。あとはね、アルファードがね快進撃ですよね。皆さんね、まあ、すでにお気づきかもしれませんけども、まあ、一時ねやっぱりベルファイアの方が人気あったよね。それが今逆転してきてますよね。街中とかこう見ててもアルファードの方が人気高いなというのと、こう時代の、ね、流れも変わってきたのかなと思うんですけども、こうベルファイアの、ね、外装ですよね、ちょっといかつすぎるだろうというのと、あとまあグリルが、ね、メッキがこうすぎるので、デザインとしてね、こう光っちゃってて、ここね、よくわかんないと。輪郭がはっきりしなくて、まあ、飛んじゃう感じっていうのかな。ちょっとうまくね、市場に受け入れられてない感じが目立ってきちゃいましたよね。その昔ね、20の時なんてのは、アルファード、ベルファイアの方がね、ちょっとちょい悪な感じで、まあね、そういう人気もすごい高かったんだけど、やっぱりちょっと上質さとかちょっと時代的に変わってきましたね。今ね、時代にマッチしてるのはアルファードの方なんだろうなということで、アルファードの方がね確実に人気出ちゃいましたね。そういうのが今回ね顕著に出た順位じゃないかな。今までねアルファードとベルファイアって差があってもせいぜい1ランクか2ランクだったんですね。それが今月のね、まあ、先月の4月の段階での順位を見てみますと、アルファードが14位
でベルファイアが25位ということで、こう11位のね、11ランクも差が開いてしまったのはこれ初めてですよねということなので、ね、今までアルベルの逆転現象だなんてね、私言ってましたけども、もうねこれが普通の規定路線、アルファードの方が上でベルファイアの方が順位的には下になるっていうのが今後はねこう規定路線になっていくんでしょうねっていうのをやっぱすごくね強く感じましたね。まあ、市場っていうのは本当素直だなって感じがしました。続いて軽自動車見ていきたいと思います。1位が NBOX、 2位がスペーシア、3位がムーブ、4位がタント、5位がワゴン R、 6位デイズ、7位がミラ、8位がアルト、9位ハスラ、10位が N ワゴンとなっております。NBOX はね、まあ、前年同月比の 62.1% 増の 19,884 台ということで、まあ、NBOX としてはね、大体いつも2万台超えてたんで、まあ、ちょっと気持ち少ないんですけども、まあ、圧倒的だね、圧倒的な NBOX でしたと。で、総合を見てみますと、1位が NBOX、ね、19,884 台、2位がスペーシア、12,240 台、3位がムーブ、11,809 台、で、4位がタント、5位がアクアとなっております。トップ4が軽自動車独占ということでね、まあ、アクアがね本当によくね食らいつきまして、5位にね、これ本当アクアいなかったらね、ベスト5がさオール軽自動車になっちゃうとね、ちょっとこの国のね先行きも不安になってきますけど、まあ、アクアがねよく頑張りましたということで、ただベスト5が軽自動車になっちゃうのもねちょっと時間の問題かなっていう感じもするんですけども、まあ、何せ今回普通車がね1位で1万台超えてないっていうことで、随分車の売れ行きがね厳しくなってきたのかなということになるので、ぜひね5月のね販売台数ですか、来月のね発表になりますので、そちらもね目が離せないなと思いました。というわけで今週は社名別新車販売台数ランキングのお話でした。はい、それではエンディングになります。大相撲の5月場所がね今日からね開幕ということで、まあ、ここからの2週間はね私本当に楽しみですね。私ね相撲をね見始めたのはね実はここ1年ぐらいでね、これまではね本当にね全く興味もなくてね、もちろんまあ関心もなくてね、まあ、全然見もしなかったんですけども、最近は本当にね、このね、相撲を見るのが楽しいね。この時期になると本当に嬉しくてね、大体こう、まあ朝じゃない、4時ぐらいから、始まってくるんで、テレビ中継入ってくるんでね、それ見ながら、まあちょっとうまい日本酒とかね、こう、焼酎なんかこう飲みながらね、相撲をね、見るっていうのは、これが一番ね、やっぱ横綱のね、まあ重圧とか、まあ、その中で戦っていく姿とかね、まあ、本当に見てて感動するので、まあ、本当にね、相撲、まあ、こちらね、まあ、今日これから始まるんですけども、まあ、収録がね、ちょっと今、相撲の時間よりも前にしちゃってるので、まあ、このラジオが公開される時にはね、もうね、今日の相撲の取り組み終わってしまってるんですけども、皆さんもね、もしね、まあ、興味がある方がいたら、ね、この2週間、一緒に相撲を見ながらね、楽しめたらなと思っております。いや、相撲がね、本当好きになるなんてね、私ね、当時自分で思ってなかったと。私まあ、子供の時太ってたんだね、まあ、関取りだとか、まあ、相撲取りだとかって言われて、まあ、からかわれたりとかねした経験があったので、まあ、相撲に対してのね別に本当に全然嫌いだったし嫌だったんですけども、まあ面白いもんでね、まあ、10年20年経つとね状況はガラッと変わりますね。私の体型もね全然もう当時はね、まあ、相撲取りだとか言われるぐらい太ってたんですけども、今となってはもう全然体も普通もね太らなくなりましたし、で相撲嫌いが相撲好きになったりとかね、車にね大量なお金をつぎ込んでたのに今や車を全くね、お金使わなくなっちゃったみたいなね、ほんといろんなね変化がねあるので、ほんと10年っていうのはねすごい一サイクルね、いろいろなことが回るんだなという感じしますね。私今日ですか自動車税を払ってきたんですけれども、そのちょうどね私結構まめにねああいうこう書類とか取ってあったり保管してるんですよ。ファイリングしてて、でさっきファイリングしてて、ね、今まで払ってきたこう、ね、こう自動車税の、ね、納付書なんかを見てたら、10年前ってやっぱ乗ってる車はもちろん違うわけで、その時やっぱね8万いくらとか払ってるんですよ。で、まだあれ10年前かみたいな感じで、ね、そんなもんなんだなと思いながら、そのね、8万何千払ってね、いや、俺が自動車税こんだけ払ってんだみたいなね、ちょっと息が合ってた頃が懐かしいななんて思いましたけども、人はね、ほんとそれぞれ変わっていくので、
この先ね、10年先私はどんな車乗ってるのかな、もしかしたら乗ってないかもしれないですけどね、そういったね人の変化っていうのも楽しみながら、これからの人生ね生きていけたら楽しいなと思いました。というわけで、というわけでじゃないね、来週か、気になるスケジュールがありますけども、週明け一発目ですね、明日日産の本決算発表があるので、こちらはね、見逃せないなと。まあ、東証の45日ルールがあるので、5月15日までですか、各社決算出てくるんですけども、もうピーク過ぎてますけどもね、週明け一発目が日産の本決算がありますと。ルノーはね、景気良くなってきてるけど、ルノーが実はね、景気がいいとか、売上伸ばしてるのは、実は日産の配当金が半分以上占めてるということで、まあ、ルノーの方がね、45% お金出してるけども、実はそのうちね、ルノーの儲けのほとんどは日産の利益じゃねえかみたいなね、今資本関係とかね、資本上はルノーがいっぱい払ってるけど、売上稼いでるのは日産だみたいな感じの図式になってきてて、この辺は注目の的なんでね、ぜひ日産のね、本決算、明日発表なので、こちらをね、まずは楽しみにしたいなと思っております。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。